皆さんこんばんは、江藤 A です。お久しぶりです。今日の江藤 A の独り言、地元に帰ってきてあるミーティングをしてます。後ろに映ってる、元アトピリー、私がやってたバンドのメンバー、あ、隠れたのお家です。これ何、ヨギボーって言うんだっけこれ。あ、ヨギボー、ヨギボーに寝てます。はい、じゃあとりあえず様子は後ほど。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はアトピリーのメンバーで集合しました。イエーイ。ちょっと待って、これとりあえず私名前だけは出演したことあるよ。あ、あるあるある、あるよ。あ、ユリノです。ユリノです。ギターユリノで、はい。ナッホです。ベースのナッホです。今日は、来年の知多市の梅まつりにステージをやるんですけど、なんと、アトピリーに演奏してもらおうと思って、今日、ミーティングしてまーす。イェーイ。あと二人は今日ちょっと来れないんで、とりあえずこのメンバーで、とりあえず曲を聴きましょう。あ、すごい。まだ弾ける。まだ弾ける。あ、あれにしよっか。エア。今なんつったなんつったエア。あ、エアや。エアね。いいかも、エアで。いやいいかも。いやでも取れると思う。取れる。でもユリノは取れる。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 時間も取れる。あ、すごい嬉しい。これユリノが CD 買ってくれたやつちゃんと思ってくれてる。嬉しい。サイン入り。ユリちゃんは3つしかコードが弾けません。そうです。ある意味すごいよ、それで曲ができるんだから。すごいよね。で、耳コピでしょ、すべて。で、ナホは何？エアーやるの？エアー希望。でもこれは探したらできると思う。本当？え、嬉しい。じゃあ、一曲はこの、ちょっと昭和な。これをもっと、あの、パンクバージョンでしょ？あ、いいね。できる。じゃあもっと早くしてほしい。じゃあ早くすればいいんだよね。うん。トーミー、ドラム大丈夫かな？大丈夫じゃない？早い方が叩きやすいんじゃないですか？そうだね。あ、うん、じゃあトーミー。ごまかせるもんだって叩くときに。ズームで、ほら、トーミー。この指ちゃんの見せ場だね。いらんしね。ここがこうやってこれだね。これのままでしょ。あ、トモミ、あ、トモミ、ドラムのトモミから電話がかかってきた。もしもーし。もしもし。トントン、エアでやることにしたわ。ちょっと待って。どうで？トモミ絶対怒る。これトモミ絶対怒る。YouTube 撮ってんの。これ、あの、トモミ久しぶり。お、今ミーティングしてます。お、トントンドラム叩ける？全然叩いてないけど。寝てる？寝てたでしょ。酔っ払ってる？寝てたよね。ご飯食べたばっか。まあ寝るだけだ。これよりか。私も入れなくていいから。あ、絶対。絶対遠い。これだっておまけすっぴんだでしょ。絶対怒るよ。ほら。ほらギター。みんなリモートで練習になっちゃうね。そう。リモートで練習。本来決めれそううちだって。なんだ。あやちゃんのをコピーしてとかね。そうよ。今してたんだよ。
できるかなと思って。一回集まった方がいいよね、3人で。やっぱね、一曲はね、デコレーションライフ。っていうやつ？うん。そうそう。だってあやちゃんの CD さ、うん、買ってくれないじゃない。うそ今日持ってくればよかったね。もらったっけな、買ったっけな、忘れちゃったわ。いや、買ったでしょ。絶対買ったって。買ってくれてる、一番最初の。一緒に手伝った時買っとるって。サイン返して。誰かにあげた気がすんだよ。マジ？あ、じゃあ送る送る。今頃メルカリで手取るんじゃない？メルカリで売っただろう。売れんわ。違う、あるわ、きっと。あれ、あれだ、シールだ。シールをあげたんだ。シールあげたの。しゃぶ山のね。しゃぶこシールね。いいよ、あげられる。一曲に。一曲にして一回さ、ゆりちゃんとさ、トンと私で会う日決めてさ、ああトンがすごくいいんじゃないですか、ね、うちは豊川行ってみる、23日。あ、いいよ、それで行ってきますよ、23日。そっちにある？豊川にスタジオある。じゃあ、とりあえずあの、曲が早い方がいいでしょ。ともみ、ドラム、早いんだけどさ、あの、なんだっけ。ともみ、なんだっけ、はい、魂の鼓動ってやつ知らんでしょ。え？すごいでかいドアップなんだけど。魂の待って魂の鼓動ってめちゃあれでしょ、うん、あの知ってるよ。あ、知ってる。最初のライブ来てくれたから多分聞いてくれてると思う。あれ名鉄線に揺られてんじゃないよ。公園で、あ、そうあ、アスレチックの YouTube のやつ、うん、え、見てくれてんの。一発撮りのやつだな。いや、めっちゃ嬉しい。ありがとう。あのふざけたやつ見てか。そうそう、あれとデコレーションライブなら、うん、こうなんかバンドっぽいかな。ほら、アトピリーっぽいかなって。まあ、ユリの次第なんだけど。どういうこと、どういうこと。わかる。ユリのギターの。デコレーション、あれはできるよ。うん、デコレーションはできるよ。うん、じゃあ、それ。あともう一曲。私、眠そうだね。うん、すごい眠そう。でも面白い絵だよ、これ。すごい。あ、ズーム参戦。何でもかします。近藤さん。え、2曲がいいんだよね。3曲でもいいじゃん。なんか覚えれるのか。3曲あるから。1曲はやる。もう1曲は何にするの。あ、うんと、何でもコントとかするってこと？どうしようかな。いや、でも、いや、3曲から歌った方がいいと思うんだわ。うん、そうだね、どうせやるならね。なんか、トントン鼻の穴が。マンモスの穴。ゆりちゃんのさ、マスクって、そのブラジャーみたいじゃん。ブラジャーみたいでいいでしょう。ブラジャーみたいでしょう。ブラジャーみたいでしょ。ここがこんな、わかる？ブラジャーの片ひものみたいになってんだって。うん、でもこれ20回までは抗菌作用がある。20回つけたら、あのもう、捨てない。何回目か分かんない。ブラマスクってやつ、うん、今日2回目。あ、ちゃんとここほら、黒マスク、ちゃんと正しい手順書いてくる。さすが。今日で2回目だから2回目だよ。真面目だよ。真面目だよ。え、でも違うこと言ってるよ。すごいさ。合ってるこれ。ほら、全部踊るところ。すごい。ちょっと待って、ヤホってさ、ベースがなかったっけ、ね、あ、すごい。あ、すごいじゃん、もう。音合ってない。合ってない。ドラクオで弾いとるけど。あ、待って、カバヤツ、カバヤツみたいな。合ってないよ。分かった。見つけた。カマヤツさんみたいな髪型。多分3月だけど間に合うかな。間に合うよ。間に合わせるよ。なんで生き始めた。それしかなんかなって。ダダ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 もうそんな一回も持ってない。繊維みたいな。
ほら。彩れ未来を。彩れ。で、彩りっていう味なんだね。あれ違ったっけ？そう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 。なんかそれもちょっと。なもだってうちらのオリジナルやってくれたじゃん。あの頃思い出そう。何やったっけ？はい。とりあえず2曲決定で大丈夫。決定でーす。15年のブランクを経て。本当に15年あった？ 15 年ぐらいある。すごい。本当にじゃあ、あの、ズームとかで練習する？ずれるからできない。そっかそっか。いいじゃん、じくる。大丈夫、勝手に決めて。トマミは？大丈夫でしょ。大丈夫、じゃあ、まず弦買って、弦張り替えて、もらって、はい、じゃあまず耳コピから。耳コピから。一回トントンと三人でスタジオ入って、で音を取って、あやに送って、あやはそれに合わせて歌う。私が歌った時はとりあえず同時に歌う。そうそう、もう最終的に。仮歌入れた。言いたいだけ。仮歌、私の仮歌でもいい。仮歌。じゃあ、そうね。分かった。まあ、いいよ、本番別にゆりなが歌ってもらってもいいわ、いいわ。ということで。あやが踊るのか。みんなあやの顔のお面つけるんだ。あ、そうしよう。何か。全員あやさん。怖い。あやバンド。メンバーやん。何それ。マジで怖いから。絶対やだ。絶対怒られるみんなに。全部しゃぶやむしゃぶ。まあ、それでいいじゃん。そうする、絶対やばい。やばい。ちたしのイベント。うちは作らないからね。また？よし、じゃあとりあえずこの日、なお後ろのまま。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。